3月になりましたね。本格的な春がやってきます。まあ、美味しく食べて身も心も満足する土井善晴の満足おかず、はい、4月から始まったこのシリーズも今月でちょうど1年です。まあ、締めくくりの月となります。そうですね、もう1年間やったんですね。まあ、作ってね、作る楽しみがあって食べる楽しみがある、そして、まあ、季節のもの、美味しいもの、あ、これ食べとかなあかんいうようなものをね、選んで献立にしてきて、まあ、1年ですか。そうですね、はい、さあ今月もそうなんです、楽しみです。はい、さあ一品目こちらです。サワラの菜種焼き。まあ春の季節を映す、まあ菜の花がパーッと咲き誇って、春は黄色、黄色は春の色ですよね。まあ、その景色に作ったんだ。ちょっと料理屋さんみたいでしょ。はいはい、でもね、意外と簡単なんですよ。これ覚えておいてください。これが家庭で手軽にできる、はい、そうなんです、美味しいんです、ね。え、はい、さあそしてもう一品は鶏胸肉のミルク煮。ミルク煮というのはね、クリーム煮じゃないんですよ、はいはい、牛乳で作ってるということで、ね、非常に軽い、うん、でも軽さというのがね、うん、春らしいというか、この季節の気分にぴたりですよ。そしてね、春、今まさにこれからの走り物というか、絹さやと、そして、エンドを添えました。はい、いや楽しみですね。じゃあまずはサワラの菜種焼き。そうなんです、菜種ってね、みんなの人は分からないんじゃないかという話もありましたけども、ね、菜の花から取る菜種油っていうのがね、菜種油いうのありましたよね。これね、サワラです、はい、この頃はね、東の方でもなんか水揚げされるようで、意外と東京なんかでも、はい、見られるようになりました。これね、真ん中の血合いのところに骨がありますので、こうしてね、はい、覗くということをしてます。あ、なるほど。そしてね、一切れ、まあ、100グラムぐらいのものを一人に2切れ、はい、まあ、一切れずつでも結構ですけども、このように下ごしらえをして、はいはい、まあ、あとね、これに対して塩をね、全体にパラパラパラとこうしておいて、小さじ3分の1ほどですが、はい、そうですね、はい、あ、周りにこうやって落ちたのもこうやって裏表きちっとつけておいてほしいんですよ、はい、こうしたところにね、もう一つ大事なことは、お酒全体にこうやってまぶしておきます。大さじ1、はい、大さじ1でも構わないから、こうやってね、ちょっとかけておく。こうしてね、下味、まあ、10分ほど置いてほしいということなんですよ。何かいいことがあるんですね。ええことあるんですよ、はい、下味のね、塩気がつくいうだけじゃなくって、ここでね、こうやって置いておきますと、少し魚から水気が出てくるいうこともあってね、これが10分ぐらい、こうしてね、ちょっと水気の中に血が混じるんですよ。ほうほう、そうするとここにいわゆる血抜きになって、臭みが取れると。あ、まあ、サワラそのものが臭いわけじゃないですけども、まあ、そういった意味でより一層すっきりと仕上がるということなんですね。お酒かけておくと、サワラなくても臭みが取れるという、ね、その通りです。あ、まあ、さすがに春のね、シャレですね、はい、いいシャレやと思います、はい、ありがとうございます、はい、これをですね、周りに黄身をつけるんですけども、黄身の方ですけども、はい、こうしてね、固い腕にしたんですよ。綺麗でしょ。はい、綺麗です ね。そしてね、この綺麗な理由というのは、8分間茹でて殻ごともその場で水に取ったんですよ。あ、水から茹でて沸騰してから8分間、はい、余熱が働くと黒くなるでしょ、はい、そしてね、こうやって裏ごして、あ、この裏ごし器ですね。裏ごしてですね、はい、まあまあ、網弱してこうやって必死でやる人もありますけども、はいはい、この方がすっと気持ちよくできるんじゃないかと、お料理が綺麗なお料理作るために役に立ちますよね。こし器に、はあ、この宮島といいましょうか。そうです、このね、しゃもじ。そうです、しゃもじをね、利用してご飯すくうだけじゃなくて、いろんなものがね、はい、利用ができる日本のね、調理道具ですけども、こうしてね、黄身を、これがね、菜の花の、はい、景色になるわけですね。まさに菜の花のね、これでね、塩味をつけようと思ったら、それよりも粉チーズをこうやってまぶすんですよ。え、粉チーズ。粉チーズを混ぜて大さじ1、はい、はい、もうこの粉チーズの下ごしらえというのはね、実はもう今から60年前に私の父がやっておったという、なんと新しい粉チーズ使ってたんだなと思って。半世紀以上前の話ですよね。そうなんですね、そういうお料理があるんです、あ、そうです。そしてまあ、こうやってね、くっつけるために、はい、これ溶き卵、はい、溶き卵、まあ、ね、先に全部つけてしまいますわ、はい、これが接着剤になって、ね、その皮以外の部分に、そうそう、皮のところは焦げてしまいますから、まあ、ちょっとぐらいは垂れても構わないですけども、まあ、身の方に全面につけておくということをします。なるほど、なるほど、はい、下味つけた、これサワラですよ、先ほどのね、はい、そうですね、はい、まあ、これで、あとは一切れずつをこうして持ちまして、はいはい、
さあこうやってつけてここで菜の花をまとわせる。こうして全体にね皮目以外はこうして1回つけておいて、そして上になるところだけはまあ二度漬けというか、はい、ね、こうしてちょっと厚みを持たせて少し押さえておくと、まあ形になりやすいですよね。そうですね、はい、ああ綺麗ですね。こんな具合にね全体につけていきます、はい、まあ菜の花の季節、菜種焼きよって、あの卵の入り卵のことも、菜種卵とかいう言い方しましたでしょ。ああこれもみんなあの菜種っていうのは菜の花から来た言葉なんですね、はい、そうなんです、うん、ね、まあ、このようにふんわりと、まあ、あの綺麗につけてください、はい。もうこういうものは何か料理屋さんでしかお目にかからないのかなと思ったんですが、ね、これをね、うん、サラダ油を敷いた、はい、弱火ですよ、弱火のところにこうして入れていきます、うん、サラダ油は大さじ2分の1、はい、ちょっと余熱してましたから音鳴ってますけどね、はい、入れてから火をつけてもらって中火にして温まったら弱火にするということで結構ですよ、はい、はい、そうですね、今はまだ中火という段階ですね、はい、今はねこれで中火だったということにして、はいはい、まあそろそろ温まったっていうか、これね見てたら中がグツグツというのが見えますでしょ。あ、はい、あのプツプツプツとしてますね、はい、これね透明いうのは便利ですね、うんうん、上から見えます、見えますでしょ、はい、見えませんかね。ちょっとプツプツしてて少し音が聞こえてくるぐらいになったら火を弱めて、まあ7分間ぐらいこうしてね蒸し焼きにするということなんですよ。プツプツして、はい、で、弱火に落として、そうなんです、それから7、8分、途中でね返さなくていいということ、はい、このまま蒸し焼きにするんですよ。で皮が下になってますよね、はい、そして皮目は焦げてふんわりと焼き上がる、これが蒸し焼きという方法ですね。なるほどなるほど。さあ焼いてるうちにあしらいのね、ちょっと菜の花なんかの青みを揃えようということで菜の花を用意しました、はい。まあ、軸の方はね、他のお料理味噌汁に入れたり和え物にする、うん、ここの先の方だけちょっとあしらいもんに使います。あ、なるほど、つぼみですよね、菜の花って、はい、あとはねこうして、はい、まあ、あともう一つのお料理ありますよね、ミルク煮、鶏胸肉のミルク煮、その中にこのエンドウの、はい、薄いエンドウのこうしてね、春に触りましたよ、はいはい、ね、ほう、本当にもう豆を剥いたらもう世界で一番最初このわかめに触ったのは自分だとか、うん、はい、触るたびにこうやってね、そんなことを私は考えるんですけども、ここまではね、はい、誰も手を触れられないという、だからもう春が来たっていうことでね、こうやって、こういう絹さやとかに触ってもこれ柔らかいですからね、やっぱり季節を本当に感じるものですよね。こういった下処理をしながらも、はい、筋を取りますでしょ。筋を取っても和食いうのはこの先残すの知ってあります、うん、こうやって、あれそれ残すんですか。和食はね、こうやって残すんですよ。これ和食の、そうです、一つのだから和食というのはその姿、はい、野菜ならその姿のままというのが一番最上とするわけですよね。その姿のままというのを生かすためにね、こうやって残してこれを湯がきましょう、はい、さあこのエンドウ豆が、はい、40g、 まあむき身ですよね、むき身で 40g ですね、はい、そして絹さやも 40g、 はい、いうことですね、これですね、はい。まあこれね、残すと言うたんですけども、まあ、今日は和食じゃなくて洋風なんですけど、はいはい、まあ、まあ日本人の習慣として残してます、なるほどね。茹でるんですけどね、こうやってね、お皿置いてあるでしょ、はい、これは盛り付けのお皿なんですよ、ちょっとね、どうせお湯があるんだったらちょっと熱いですよ、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ちょっとあと盛り付けることを考えて、なるほど、はい、このどうせ使うお湯を使って器を温める、だから今日、まあ、茹で物をするとなったら一つのお鍋で、はい、あと先のお料理の、緑を全部集めて一度に茹でてしまうということですね。あ、なるほど、ね、まあ、ちょっとアクの少ないというか、はい、さっと火の通る、はい、菜の花のつぼみのところから色変わってね、はい、もうすぐ火が入って茹ですぎますとドロッとなりますからね、はい、もうこうして、はい、もう水の中に2回ぐらい沈めて、もうこれぐらいでちょっと水気を切るぐらいでもう添えてしまいます。これでいいでしょう。でザルに、はい、こうやって上げておく。これがサワラの菜種焼きのあしらいになる、あしらいのね、あと絹さやですわ、はいはい。さあ今度は、鶏胸肉のミルク煮の、はい、使う絹さや 40g ですね、はい、A、豆を湯がいて、はいはい、まあ、湯がく順番というのはね、うん、
できたらアクの少ないものの順番に、あの先にアクの少ないもの、後からアクの出るものというふうにして湯がいていくわけですね。あ、なるほど、はい、だけども一つのお鍋で緑の部分を集めて全部茹でるというのは一緒にはならないけども順番に湯がいていくといいんですよ。そう、順番にということは別々にあの茹でた方がいいということなんですね。一つずつ茹でるんです。あ、一つずつ、はい。茹でると言いましても簡単なことじゃないんですよ。うん、なんか一緒にねまとめてって思っちゃいますけど。はい、まあよくテキストに、はい、あの絹さやは 2,3 分茹でるって。2分と3分やったらえらい違いなんですよ。確かに。もう大変な違いですからね。でもう本当にこう。あの今、はい、ね、あのそんなに食べてなくなりませんか。なくなるほど食べた経験はないですけど。そうです。でも今2つも食べてしまいます。そうです。もうこの瞬間というのはね、やっぱり凝らしてね、もうやっぱりこうやってね美味しくガジガジ言わせたらダメなんですよ。そしてだけども歯切れがなくなってはいけないいうことで、まあちょっと粗熱が取れて冷めるぐらいになったらもうこうして取り出してます。なるほど。でも綺麗でしょ、うん、確かめ、うん、あ、いやいやこのグリーンが鮮やかですね。綺麗でしょ。で、今また入りましたね、エンドウ豆。はい、はい、ね、エンドウ豆はむき身にしてあの 40g ということですが、このエンドウ豆もねやっぱり色が変わってくるんですよね。そうなんです。そうなんです、こうしてね、はい、ごめんなさいね、喉がガリガリ、あ、今あの春の何か風が吹いてきましたからね。ね、そうですね、はい、あれ箸のね先にね、こんなにちょっと皮が硬い時あるじゃないですか、はいはい、そうすると箸先に重曹をつけてこうしてねボンって言わすんですよ。あ、わっとこの、そうそうそう、急に湧き上がる、これをね 1,2 回しますと皮が柔らかくなるということで、時々まあこういうやり方もすると。あ、他にも、まあ、あのインゲン豆とかね、湯がいててもそういうことはするんですけども。あ、そうですか、はい、さあこの重曹をねちょっと本当端先につくぐらいの感じで入れましたが、そうです、まあ、このぐらいで良いと思いますので、うん、はい、もう水に取ってしまいますね、はい、これもやっぱりあの一つずつ水に取って、はい、まあ水に取るということで粗熱を取ってしまって、今日は簡単にしてますけどね、うんうん、昔やったらシワが寄ってはいけないということで、はい、ゆでこぼしなんていうようなことも私もエンドアンなんかをここで作った時にやりましたけどね。まあ今日はこのぐらいで、あとすぐに火を入れますので。はい、あ、はい、はい、分かりました。じゃあこれで茹で上がってあしらいものができましたでしょ。はい、あ、もう本当に春です春です、はい、このあしらい。さあ、ね、これでですよ、あ、こっちのね、そうだ、さわら、はい、はい、火が入ってると思いますわ。ようやく今で7分ぐらいになってるかなと、まあでもね、わからない時厚みがあるなと思ったら、はい、まあこちらの方でもいいですけども、まあプチッとね生だったら感じるんですよ、うん、そしたら先のとんがってない方でこうやって刺すでしょ、はい、どうですか、そしたらよくわかるんですよ。これはもう火が入ってるのが、まあ刺さんでも私は分かってるんですけど、確かめてみる。でも確かめるときに何でも刺すんじゃなくて、音を聞くような気持ちで刺すんです。そのでどんな風に音が違うんですか。もう手に集中してただ耳で聞くようなつもりで聞くという感じがね、私はあのよく分かると。中まで火が入ってればスーッとだから音は静かですよね。そうです。でもそれがコツンと当たるんですね。その観測を自分で見極めてやるということですね。あ、なるほど、はい、温めておいて、まあ、背が高いから向こう側にこうしておきますね。あ、はい、まあ、焼き物の時にはね、こうやってね葉っぱ1枚取ってきてって言われるんですよ、はいはいはい、それは何でか言うたらお皿がね汚れないいうような意味があったり、こうして敷き場を横に敷くというふうにしてやると、それこそまあ昔は洗剤も使うもんってなかったんですよ。でも葉っぱを1枚敷いてたら、まあ今日は晩ご飯焼き魚やなということが昔の人は分かったりしたんですよね。この葉っぱはどんな葉っぱでもいいんですか。南天とかね、ササの葉っぱとかハランの小さく切ったものとか、そういうことでもちろんいいわけですけども、なるほど、ね、はい、ちょっと敷くと洒落てますわね。いやいやいや、はい、これが家庭の食卓に出てきたらどうでしょう。サワラの菜種焼き出来上がりました。これは作れるでしょう、いやそう確かにね、はい、だけど最初出来上がったところを拝見した時には、はい、これはお料理屋さんの、ね、お料理かな、綺麗だからね、じゃあでも綺麗なものって嬉しいじゃないですか、うん、本当にふんわりと
煮終わりますとね、焼きたてやったらポッとね中から水分が蒸気がこう湯気がちょっと出るんですよ。そうですね、まあふんわりとジューシーに、うん、そしてコクをね、粉チーズが補ってますから。そうですね、この衣の、そうです、中にチーズが潜んでるんですけど、はい、意外とね冷めても美味しいですからね、うん、お弁当なんかでも入れていただけると思いますよ。そうですね、はい、これはぜひお試しいただきたいと思います。さあ、サワラは中骨を取り除いて、で酒と塩を振ってしばらく置きました。だいたい10分ほどです。でそうやって癖を抑えることがポイントでしたね。で裏ごした黄身には粉チーズを混ぜました。これがコクを生み出していたんですね、はい。弱火で蒸し焼きにすることでふっくらと焼き上がりました。あー、ごちそうでした。はい、さあ次のごちそうは鶏胸肉のミルク煮ですよね。はい、このねミルク煮というのは、うん、今日は鶏の胸肉でするんですよ。はいはい、ね、鶏の胸肉をまあまあ、うん、今日は、皮を剥いてしまいます。はい、ね、1枚分ですね。1枚分ですね。はい、皮を剥いてしまった方が、うん、まあ今日の場合は火の通りがさっと通っても油がないもののようにしといた方が美味しく食べれますのでね。なるほど。この残った皮は何か使いますか？はい、残った皮はね、ちょっと焼いても構わないし、少し炒めて根菜を筑前になんかを煮るときなんかもこれでいいですよね。また出汁が出ますよね。何でも入れていただいて、ごんぼのきんぴらなんかに入れるのもいいですよね。なるほど、ね、はい、はい、まあ、包丁の方を濡らしておいて、こういうふうにね、ポッと当ててから引くわけです。ああ、斜め、はい、そぎ切り。当ててから引いたらいいですよね。はあはあ、ちょっとこう、先生の体が斜めになってて、ね、こういう感じですね。して引くと、ああ、で綺麗に薄く切れますね。はい、引くんですよ。こうやって置いてからね、スーッと、あ、そうや、はい、これね引くときに、はい、包丁引くときにシューッって自分の口で言うんですよ。ちょっともう一回できないかな。もうできない。そのシューッて言う、シューッて言うとね、包丁が滑るんですよ。シューッっていう具合ですね、はい、そうやって動かすことを忘れないですから、はいはい、シューですね、はい、口で言ったおっしゃってください。これがブーじゃダメですかね。ダメです。やっぱりシューですよね。シューって言うんです、はい、その方がなんかこう、自分ができる人間になったみたいな気になると思いますよ。この時ね、肉叩きで叩くんですけども、はいはい、ラップがね、ここで濡らしておかないと、はいはい、くっついて破れてしまいます。こう、はい、叩きながら少し伸ばすような気持ち、引っかかりますからね、だから場合によったらちょっとだけ鶏肉の方を濡らしておくということもすることもありますよね。ああ、なるほどね。これいいですよね。切り損じてもいいですよね。分厚くなってもそこだけしっかり叩けばいいわけですから。そうですね、はい、確かに。これで、ね、火の通りが一層早くなって、うん、はい、肉質を潰すことになるから、柔らかくなりますよね。あ、なるほどね、はい、このようにしておいて、柔らかくなって火の通りも良くなって、そして塩でしょ、はい、これやっぱりちょっと上の方から振ると、上の方からですね、はい、私はここの手の自分のひらに当ててからワンバウンドで落としてるんですよ。ああ、手のひらに当てて、綺麗に散るんですよ。へえ、綺麗に散ってますでしょ。はいはい、散ってます。あ、ね、ワンバウンド。そうです。なるほど。あ、高ければいいってもんじゃないんですね。そうですね。まあ、そのやり方はあります。こうやってでもやったらかっこいいですからね。ああ、そうですね、はい。シェフみたい。そうそうそう。はい、いろんなこの頃シェフでもね、塩の振り方に工夫されてるようで。あ、はい。さあ、で、塩、コショウ。はい、で、コショウは白コショウですね。そうです。はい、まあ、これでね、あと、このままちょっとまな板をフライパンの方に近づけまして、はい、小麦粉をまぶしながらやっていくんですけども、はい、フライパンの方に大さじ2分の1です。はい、サラダ油入りました、はい、そしてバターを入れて、ああ、このサラダ油使ってまたバターも使うというのは、はい、そうです。バターを使ういうのはやっぱりバターだけでいいんだけど、サラダ油を入れておきますと、バターが焦げにくくなるんですね。あ、そしてこのように粉をまぶしてこちらに入れていく。なんかあまりはたかなくていいんですか？そうです。はたかないというか、いい加減な感じですよね。いい加減な感じでやる。はい、いい加減な感じというか、はい、あんまりそんなに考えないでしょ、これぐらいの時に。あ、はい、考えないですか。でも、なんていうか、まあまあこれぐらいでいいと思ってるんですよ。月村があっても、この粉がね、あと落ちてですよ。落ちて、とろみになるんですよ。あ、
小麦粉がとろみになる、はい、あこれはあの豚肉の生姜焼きなんかでもこういうやり方でやったと思うんですけども、あれの、まあはい、応用であるしあのこういうやり方というのは、その場に粉のつき具合によってとろみの加減とか、重いもの軽いものというふうに変化が出てくるわけですね、ちょっとした時に考えることです、いい加減にやってるようで実はそうですちゃんと考えがあってということ、いい加減にやってるように見えてるでしょう、はい、意外とよう考えてるんですよ、そうですね、本当勉強になります。 そして牛乳を、はい、あごめんなさいね、はいはい、これね、あのちょっと色が変わってきましたら、一旦ひっくり返します、はい、ね、もう薄いですからね、すぐ色変わりますよね、すぐに色変わってきます、だから、あのあんまり火が通るようでしたら火から外してほしいんですわ、こうして火から外してずっと置きっぱなしだったら火の通りが、あの通り過ぎるでしょ、なるほど、そして冷たい牛乳、まあ、こうやって入れて、はい、そしてさらにここに先ほどの入れといた4分の3エンドウと絹さやを入れて温めながら全体に一つの出来上がりになじませるということですね、なるほどね、エンドウ豆、お豆だけで 40g、はい、で絹さやも 40g でした、そうです、いやこのやっぱり生クリームじゃなくて牛乳だからね、あ牛乳残ってると思ったらできるじゃないですか、そしてここにちょっと味見をしてですけども、はい、あの塩を補ってやってください、あはい塩ですか、はい、あその通りです、3分の1なんか春が来たいう感じしますね、はい、後藤さんあのめでたい感じはい、はい、こうしてね、あのこうしてね、鍋を振るようにしたら少しとろみがついてきたのわかるでしょう、はいはいはい、ね、このように自分でいいなと思うぐらいのとろみをつけてください、まあ、これがタレというかソースになって、食べられるわけですね、そうするとフライパンを回すように、はい、フライパンを回すようにしてたら、あの粉を打ってたのが、全体にあんまり強火でやったら今度硬くなりそうだからこうやって振るうちに少しとろみがついてくるでしょ、はいはい、あここは火を近づけたり遠ざけたり、そうそうそう、まあですから少しね、あの器の用意をするときにちょっと火から離しておいて、はいはい、さあこちらの方もまた、この器も温めてありました、熱いですからちょっと早く、はい、そうですか、熱いからちょっと早く ね、やってほしかったんですね、今いやその家庭でもこうして盛り付ける前にちょっとね温めておく余裕があると温めておくとね、やっぱりお料理が全然違いますからね、はい、まあ、こうしてねミルク煮ということで、はい、小麦粉の打ち加減あるいは煮詰め加減で、とろみの加減は微妙に変わってきますけども、いや本当優しいお料理です、春の景色ですね、そうなんです、鶏胸肉のミルク煮出来上がりました、いいでしょミルク煮ってね、そうですね、クリーム煮みたいに濃くないから軽いからこの季節の気分が、味わえるんですね、そうですね、はい、そして鶏肉もあの薄くねそぎ切りにして、そうなんです、ね、さあラップに挟んでそれを薄く叩き伸ばしました、そうなんです、まあ、これで火の通りがぐっと早くなったわけですよね、そうです、で小麦粉をまぶして焼いてから牛乳で煮ると軽いとろみが、はい、そうです、色も綺麗な春らしい、はい、煮物でした、これでね、はい、家族に春が来たよっていう風に知らせることができるわけですね、お料理で春を知らせるっていいじゃないですか、そうですね、はい、自然に食卓の会話も、はい、あなんか春、そうそうそう、春っぽいねみたいな本当ですよ、ね、これでなんとなくもう忙しかったら忘れてる、はい、ことってあるじゃないですか、もうそろそろ本当にそういうような春めいてきた、気持ちが弾むようなことになるわけですね、そうですね、はい、これはぜひこの時期ならではのお料理ですから、そうですね、試していただきたいですね、今食べるべきもの、今作るべきお料理っていうのがあるんだと思います、そうですよね、はい、さあ、あの土井善晴の満足おかず1年にわたってお届けしてまいりました、さあ来月からはまた気分を新たにして、土井さんの味を毎月ご紹介していきます、はい、どうぞお楽しみに、あの新年度もよろしくお願いいたします、お願いします、今日ご紹介した料理はテキスト3月号にも